さん、お待たせいたしました。もう楽しみでワクワクされていることと思います。日本でも数少ないプロのディキシーランドジャズバンド、サウスサイドジャズバンドの皆さんです。Thank you.
Thank you.
アフター・ユーズ・ボーンというね、有名なサンダーズ・ジャズの名前、僕たちに対しては歴史の新しい音楽の一つなんですけど、やってみました。じゃあ次の曲ですけど、僕たちは CD を去年秋に出したんですけど、その中に入ってます、この曲を聴いてください。 She's Funny That Way という曲なんですけど、その女の子が男の人にすごく尽くすんですよね。うん、だからある時、そんなのに住んでもええよ、もう分かってくれてもいいからみたいな、そういう風な曲なんですけどね。 She's Funny That Way という曲を聴いてください。Thank you.
カーニーがプレイっていうのがあったけど、なんかこう、ね、なんとなく物らしいっていうのが、ジャズっていうのはね、だから大体150年ぐらいで生まれたっていうのがあったんです。アメリカのニューオーリンズで生まれたんですけど、ニューオーリンズっていうのは、もともとフランスが発端なんですね。で、フロリダがあって、この辺に来たみたいな、この間が、大ルイジアナ、そのルイジアナ州がドーンと上のカナダまで行ったんですね。で、最近まで多くの人はフランス語をしゃべってたそうです。友人のね、ミュージシャンもたくさんの方なんですけど、フランス語で普段忘れ方をしてた。で、そういう風な場所だったんですね。そこでジャズが生まれていくっていうか、ジャズのレコードが初めてできたのが、そこから大体70年代だったかな、1917年。初めてジャズがレコードになります。この曲がオリジナルデキシーランドジャズバンドって言ったんですけど、彼らがこの曲を作って、ヒットしています。これはもうダンスの曲ですよね。こう盛り上がって、そういうヒットした曲なんですけど、オリジナルデキシーランドバンド。で、そしてそこから10年後ですね、日本でも、レコードにされました。1928年、これは東京で、昭和3年ですよね、東京でレコーディングしたんですけど、演奏したのは大阪のジャズバンドですが、東京に行って演奏したことがありました。日本で最初のジャズソングとして、アメリカで最初の、世界で最初に演奏されたジャズの歴史的な楽曲を合わせてやっていきたいと思います。オリジナルデキシーランドワンステップ、そして日本のジャズソングの歌詞はMy Blue Heaven、 私の青空ですね。2曲続けてやってみましょう。Thank you.
Thank you.
ってね、オリジナルディスクランドワンステップ、この曲でね、まあこれジャズっていうのは日本では横浜に明治45年に入ってきてるそうです。太平洋航路の船がね、アメリカから持ってきたそうですね。そして、大阪、ね、神戸あたりでジャズっていうのはダンスとしてブームになります。ところが大阪では昭和2年に、ダンスホールの禁止令に出ます。これ法律で、決められまして、大阪府の条例としてダンスができなくなります。するとね、ミュージシャンも、仕事をどんどんなくしちゃって、昭和3年には道頓堀にある川の両側にいっぱいあってダンスホールがゼロになります。すごい状況が大阪についたんですね。当時から不安定でしたね。今も不安定ですけどね。17日はね、住民投票もう言われるんですよ、どっちでもね、全部よかった。でもね、新しいのあるのもいいけど、古い方が気が楽やなと思うんですけどね。まあそういうことを考えながら演奏し、次の曲を考えます。まあ、ジャズのオリジナルの曲だったんで、僕たち最後の曲になりましたけど、この曲代表はお別れしたいと思います。明日は5時からですね、サンポードというふうに、ね、やります。また応援に来てください。そして CD 歌も出ました。お願いって言って今日は1CD 持ってきたんで、今日は街角の日本楽を特別感覚で提供します。2枚、2160円のところ今日は2000円で安い。安いでしょ。1枚の人はもう1080円のところ1000円でいいです。きっちり7曲入ってますからね、もうめっちゃお買い得。まあそんな感じでやってます。最後の曲、この曲です。おなじみのテキシーのナンバー、ステージャーが待ちにやって聴いてください。When you say no, my love.
ありがとうございました。サウスサイドジャズバンドの皆さんでした。本当にあの音楽大好きな方なので、ぜひ皆さんあの、高松盛り上げてください、はい。皆さんこんばんは、高松市長の西井哲人でございます。楽しんでますかなんて聞かなくてもいいぐらい本当に皆さん、十分楽しまれているようでございますけれども、高松ミュージックブルーフェス2015のミュージックブルーパーティーということで、この四番町小学校の後のを整備しました四番町スクエアでこの特設ステージを作って初めてこのパーティーを開催するということでございます。まあ、素晴らしいこのロケーションと、何と言いましても今日は天候に恵まれました。もう予報は完全に雨だったんですけれども、関係者全員が俺が晴れ男だ、俺が晴れ女だと言ってきたそうですけれども、みんなの力でどうにか本当に雨を撃退をしまして、素晴らしい天候に恵まれて、まあ、素晴らしい午後からのこのミュージックフェスティバル、いい雰囲気で開催できること、本当に主催者の一人としてありがたく思っておるところでございます。まあ、昼間は12時から、丸亀町商店街の7カ所におきまして、まあ、いろんなミュージシャンがそれぞれの音楽を奏でて、で、まあ、2時半ぐらいからここの四番町スクエアで、まあ、ミュージックブルーパーティーということでございます。まあ、全部で、お聞きしますと350人にも上る地元のミュージシャンと、あと県外から、有名な有望な若手のミュージシャン、まあ、今のディキシーランドジャズバンドの、方々も大阪からということでございますけども、まあ、素晴らしいミュージシャンの方がこの高松に集まっていただきまして、素晴らしい音楽シーンを繰り広げられていただけると本当にありがたいなというふうに思っているところでございます。まあ、高松市今、創造都市を目指してということで、文化芸術なんかのこの付加価値の高いこう活動を、こう支援をしながら、よりこうなんて言いますか、その明るい幸せなこう気分で、市民が生活を送れるような、まあ、そういう都市を目指していこうと、それと合わせまして高松というブランドイメージ、これも高めていって内外に大きく発信していこうということをやっております。今後ともまた皆様方のこの文化芸術活動に対するご理解と、またいろんな形で参加していただいて盛り上げていただくことを心からお願いをいたしたいと思います。最後になりましたが、今回の開催にあたりまして、まあ、多大なるご尽力いただいた関係者の皆様方に心から感謝御礼を申し上げ、また、今日お集まりの皆様方のご健勝ご活躍をお祈り申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本当にあと楽しんでください。どうもありがとうございました。本当に音楽が大好きな方で、こちらの袖からですね、市長がものすごく拍手して、コードレスしながらものすごくニコニコして音楽を楽しまれているのが見えまして、本当に高松、音楽の街だなと、思いました。皆さんも楽しまれていることと思います。もちろん皆様の後方にはとても美味しいおしゃれなお食事もございます。お飲み物、そしてお食事召し上がりながら素敵な音楽を楽しみくださいませ。さあ、この後は、午後6時55分の予定ですかね。はい、新たなまたゲストミュージシャンも登場いたします。皆さんご存知、2009年にデビューしたアメリカ生まれのジャズシンガーマヤ・ハッチが登場いたします。楽しみにしていてください。どうぞ、後ろのですね、飲食ブースもにぎわってまいりました。今回はよりすぐりのですね、飲食ブースが、控えております。例えばカルダモン、こちら体が喜ぶおいしいお食事、グッドフードキッチンカルダモンからは2種類のカレー、そしてワイン、そして前菜いろいろ用意しているということなんですが、まだ売り切れてはないですかね。皆さんお早めにお買い求めください。そして、熊のです、
熊野のかまぼこ、高松では老舗となっておりますかまぼこ屋さん熊野のかまぼこも登場しております。そして、美味しいわびさびイタリアン、さぬきの食材をふんだんに使った特別な料理を提供していただけるイタリア料理わびさびイタリアンからはベーグルやイタリアンピラフ、そしてさぬき夢豚のボルケッタ、ポルケッタですね、こちらイタリア の郷土料理だそうです、そちらの方も提供いただいております。そして丸銀商店からは焼きラーメン、そして肉巻きおにぎり、焼きラーメンは豚骨醤油味です。焼きラーメンって焼きそばじゃないのと、思うところですが、焼きそばではない、じゃ汁なしラーメンなの違うんです。焼きラーメン、もう独特のオリジナルのこの味をぜひご堪能いただきたいと思います。こう焼きラーメン作るところのパフォーマンスも、楽しみだということで、ぜひ、近くで、ね、ご覧くださいませ。そしてアイリッシュパブザ・クラックさんからもクラフトビールが届いております。こちらですね、クラフトビールはもう、いい感じの、世界のいい感じのクラフトビールが、飲めますからね。さくらんぼのビールでありますとか、うどん小麦のオリジナルビール、これはさぬきの夢2009っていうさぬきさんの小麦があるんですけれども、それを使いまして世界ナンバーワンのブルワリーで作った特別なビールです。これが飲みたいがために、県外からですね、クラックさんに飲みに来るというお客さんも本当にたくさんいらっしゃるという特別ビール、今度、ここはですね、四国の、中でもいろんな方がいらっしゃっています。ぜひ、今日クラックさんお越しいただいておりますので、ご堪能いただきたいと思います。お食事を召し上がりながら、そしてグッドミュージックを聴きながら、四番町スクエアでの時間お楽しみくださいませ。それではご準備が整いますので今しばらくお待ちください。2009年にデビューしたアメリカ生まれのジャズシンガーマヤ・ハッチ、街をナイトクルージングしているようなこの心地よさを感じるマヤ・ハッチの歌声がこの瀬戸内の夕暮れ時に聴けるというのは、きっと音楽好きにはたまらない時間になると思います。今回はスタンダードな楽曲を素敵なファンキーなアレンジで聴かせていただけるということです。ご堪能ください。それでは拍手でお迎えください。マヤ・ハッチグループの皆さんです。どうぞ。
私たちみんな太陽、太陽と同じパワーを持っていて、人をハッピーにするパワーを持っています。人を温かい気持ちにさせるパワーを持っています。雨が降っても何があっても太陽は 何にでも負けない、そんな存在です。そんな存在で私たちみんながいたらどれだけ
今日、商店街の方で、一人
伊藤です。伊藤さん。こんばんは皆さん。楽しみますか？楽しいですよね、そりゃ。もう気持ちいいですよ、僕今日昼間からここ聞いてましたから、ね。もうビールを何杯かいただいて。もう酔っ払ってるの？もう最高な気分でございます。大丈夫なの？大丈夫だと思います。そうですか？大丈夫だと聞いています。大丈夫？はい。私みたいな話かな。酔っ払ってなくても。いや、めちゃくちゃ今後ろでさ、聞いてて、めちゃくちゃ気持ちよかったよ。本当？ありがとう。最高だよ。初めてだろ、高松。高松初めてです。大好きです。どうですか？いやいや。いや、まあもうガンガン来てください高松も。それえ、何回来てるの？僕はそうですね、もう本当に一番シーズンに1回ぐらい来てるんですよ。何回、何シーズン？何シーズン？何年？あ、何年？何回？もう10年ぐらいはお世話になってる。すごいね。ねえ。わあ。いつもありがとうございます高松さん、皆様。もちろん僕初めての方もたくさんいらっしゃると思うんですけど。こんな華やかなところに呼んでいただいて、私も。いや、さっき一人でしたから。一人だった。すっごくかっこよかったです、本当に。そうでしょ？大輔さん、伊藤大輔のライブ見ました？見かしてる。イエーイ本当に、ペダルでね、いろいろエフェクト、エフェクトじゃないや、ペダルを使って。いろいろ何やかんやね。いろいろやってる。やってましたけどね。いや、一人でライブできるなんて、本当にすごいですね。まあね、すごい。才能って怖いね、やっぱりね。わお、俺ばっかりはね、自分ではどうにもできないですからね、いただいちゃったもんなんてしょうがないですけどね。すごい謙虚な人ですね。いや、でもやっぱりね、音楽の楽しさは、まあ、一人でやるのも楽しいですけど、こういうね、素晴らしいメンバーと一緒に音を一緒に合わせられるっていうのは本当に、素晴らしい音楽の要素だと思いますけど、この曲、ちゃんと一緒にやるのは初めてというか、初めてだし、特に大丈夫ですかね。これでできんの、いきなり。大丈夫ですね。いきなり、いや、このジャズでした。何その、キャラクターが一貫してないの。なんか、あ、そう。いきなりじゃあ、始まっちゃってるよ。始まってる。なんかさ、大輔。どうしたの？なんかさ、あの人と別れるとかさ、うん、どうなってんの？きっちり別れるよ、それ。もう別れたって聞いたけど。うん、まあ、それたまに会ったりとかしてるけど、一応別れ、表向きはというか、まあ、自分になっちゃったりとか、事務所的には分かったよ。事務所的に。マヤの人がそれ好きだもん。じゃあ、早く付き合うの？え、まだ付き合ってないの、僕たち。あれだっているんでしょ？いや、だからその、まあ、定期的に会うっていう人は何人かいなくはないよ。で別にトランプはだってそれはそれだもん。そんな曲じゃねえだろ。え、違うの？歌詞の説明やと。歌詞の説明だって。そうだな。あれ違う。そんな歌詞ねえのにいいのね。そういう内容でしょ？そういうことなの？これ勘違いした歌詞の内容。なんだ。嘘。まあでも素敵なのは。だって。約束してくれたじゃない。した。私とその人と別れて私と付き合ってくれって言ったんだけど待ってるの。そうなんだ。どうなんだ。じゃあまあそういうなんかこう取り急ぎしとくから。それでもしあれだったらあれして。You told me.
なんちゃって。でも、それくらいね、ちょっと、そうだね。最後曲だよね。ですね、楽しい時間は皆さんありがとうございます。 Thank you、そうだね。じゃあ、最後に私の、アルバム、今でのアルバム、イルダイルというアルバムから、ランデナイという曲をお届けしたいと思います。今日は本当にありがとうございます。Thank you.
皆さんせっかくなんでもう一曲いかがでしょう。嬉しいです、ありがとうございます。 Thank you so much。 本当に嬉しい、ありがとうございます。それではじゃあ、バッドビューフルという曲を思います。愛は、ね、とてももちろんハッピーの時もあるし、恋恋愛、でも本当に悲しい時、ハートブレイクする時もあるけど、それでも、私たちがみんなここにいるのは愛のおかげだと思います。実際愛で、私たちはこの世に生まれてきたと思うし、人に支えられて、いろんな、一人では生きていけないので、いろんな人に支えてもらって、私はここにいると思います。なので、愛より美しいものはないと思います。バッドビーフル、それでも美しい愛は、という曲をお届けしたいと思います。皆さん、本当にありがとうございます。Thank you.
小泉 P. 義彦と森保氏、前八でお届けしました。あと伊藤大輔、ありがとうございます。前八ありがとう。前八はあの今日 CD を持ってきてくれて、あのそちらの方でサインしてくれるらしいので、ぜひぜひお求めください。ありがとうございました。前八くんでした。ありがとうございました。皆さん少しあの楽器の転換をして、今日の鳥、ミュージックスペシャルユニットの登場です。少々お待ちください。じゃあドラムは全体でゆっくりになりますね。玉谷さんドラムの3曲で、1曲で、開始をちょっと、そうですね、もう一回チェックしていただいて、ちょっと指令出してもらっていいですか。ベースとトランペットください。これ僕がいいの？ベースとトランペット。